こんにちは、福井教育支援サークルの吉田です。今日は2年生の説明文タンポポの知恵について話をしたいと思います。まず私は教材研究するときには疑問文があるかっていうところから見ます。ありませんね。じゃあ結論はどこに書いてあるか。結論は10段落ですね。何について書いてあるか、まあ、簡単に言うとタンポポの知恵ですね。はい、じゃあその知恵って何の知恵、こう書いてありますね。仲間を増やしていくのです。だからこれは仲間を増やす知恵ですね。タンポポの知恵は仲間を増やすための知恵について書いてある、まあ、これが作者の伝えたいこと、つまり説明文としてどうしても子どもたちに読み取らせたいことですね。このためにじゃあタンポポは何をしているかという、まあ、事例がこの前に並んでいるわけです。でここで段落分けの問題になるんですけども、まあ、1段落は春になるとタンポポの黄色い花、綺麗な花が咲きます。これは話題提示ですね。2段落からあと、こう、知恵が書いてるわけですね。1個目の知恵は3段落。3段落までに、ね。3段落までに種を太らせる知恵が書いてある。じゃあ、ごめんなさい。じゃあ、4段落からあとはどうかと。4、5を読むと、ちょうどね、種をふわふわ飛ばすと。ですからここはふわふわ飛ばす知恵について書いてあると。じゃあその後呼ぶと、今度はね、7段落に種を遠くまで飛ばすって書いてありますね。だからはい、それでですね、8、9をどうするかってことなんですが、文章が変わるんですね。例えばここなら軸が起きます、それは遠くまで飛ばす知恵ですと。綿毛ができます、ふわふわ飛ばすためです。軸が倒れます、種を太らせるためですと。こういうテンポで来てるのにここから後が変わるわけです。まあ晴れた日には綿毛の落下傘を開く、遠くへ飛ばすため。急段落には湿り気の多い日には綿毛の落下傘はすぼむ、何のため、雨の日は重くて飛ばないからと。今までこう同じリズムで書いてあったのはここで崩れるわけです。これね、なかなか難しいなと思います。だからこれはこちらの方でまとめてあげないと読みにくい、読み取らせにくいと。なんで筆者はこんな書き方するのか。まああまりも単調なワンパターンで書くとちょっと文章に変化ができないから、少しこう波長というんですか、乱れた調子を少し混ぜたんじゃないかなと、まあ私が一方的に思ってるだけですけども、まあそう考えるべきかなと。じゃあここどうまとめるかというと、晴れた日は開く、雨の日はしぼむ知恵って、何のための知恵って、これはやっぱり遠くへ飛ばす知恵ですよね。ここと同じ。はい、では続いてホワイトボードを使いながら発問作りについてお話をしていきたいと思います。はい、じゃあ発問作りですね。いつも何度も繰り返し言いますが、大事なのは音読です。音読をしっかりやる、漢字練習も入れる、その上で読み取りに入っていきます。それで、2年生ですから、こうやって1から10まで、このような構造を見せるのまだ難しいかなというふうに思います。ですから少しずつ読み取りを進めながら話を進めていくというのが大事かなと。で、最初に疑問文ありませんから、当然結論の部分をまず勉強していくことになりますね。作者がみんなに一番伝えたいことはどの段落に書いてあるかな。それまでにはもちろん教科書には段落番号は売ってあるわけです。はい、みんなで丸つけてごらん。子どもたちに丸をつけて発表させます。これはね、どれが正しいかっていう議論しても仕方がありませんから、正解は10段落ね、10段落だよ。大事なことっていうのは大概文の一番初めか終わりに書いてありますというふうにこう教えたいです。じゃあね、10段落で、伝えたいことが書いてあるんだけども、一番大事な言葉ってどれかな、言葉見つけてごらん。これ知恵って多分選べると思います。
知恵ね、そうだね、題名にもなってる知恵、タンポポの知恵について書いてあるんだよね。さあこれはね、タンポポさんのどんな知恵かな、はい、教科書でね見つけてね、何の知恵について書いてあるか線を引いてごらん、こう持ってきたいですね。この前にはね、いろいろな知恵とかいろいろ出てくると思うんですけども、一番最後の仲間を増やす知恵と、ここを線を引いてるとね、はい。で、仲間を増やすための知恵というふうにして、まあノートにこうまず最初に書かせると、はい。まあ1時間目はこれぐらいですかね、漢字練習なんかもしてますから、こうやると。では次ですね、次は1から3段落までを読み取らしていきます。ここにはタンポポさんのいろんな知恵について書いてあるんだけども、1から3までにはタンポポの何の知恵が書いてあるのかな、何の知恵が書いてあるのかな、こう発表させたいですね。子供に発表させて、タンポポを太らせる知恵だよと、こっちで確定して、ノートに書きます。タンポポさんは種を太らせるためにどんなことしてるかな、ここも聞きたいですね。ここはね、子供の力で読み取ってほしい。花の軸をぐったりと地面に倒れていますと、ね、静かに休ませているのですから、何をしているかなというふうに聞くことを通して、ぐったりと地面に倒れてしまいますというところを読み取らしたい、ね、太らせるために、はい、ということですね。はい、まあ次の時間はこれぐらいでいいんじゃないですかね。はい、はい、続いては3時間目いってみましょう。3時間目は、4段落から7段落までちょっと読み取る力ついてると思いますから、行ってみたいなと思いますね。で、同じようにこちらで区切って、4から5まで読んで、ここにはね、タンポポさんのどんな知恵書いてあるかな、ここの奇襲事項が生きていればふわふわ飛ばす知恵が選べるはずです。はい、でそこを確定して、先生が黒板に書く。じゃあね、ふわふわに飛ばすためにタンポポさんはどんなことしたかな、ね、ここも一度経験してますから読み取ってほしいところですね。綿毛ができてきますというふうに書いてあるんだけども、できてくると、つまり綿毛を作るというようなことですね。だから綿毛をね、綿毛を作って種が遠くに飛ぶようにするんだねというふうにいきます。ここまでで2回やりました。そして3回目また同じこといきますね。6、7、じゃあね、6から7段落にはタンポポさんのどんな知恵が書いてあるのかな、これはね、もうかなりの確率でここ読み取ってほしいですね。遠くまで飛ばす知恵について書いてあるんだよ。じゃあ遠くまで飛ばすためにタンポポさんはどんなことしてるのかなって、ここはこの時間これでおしまい。さあ、いよいよ8と9段落です。ここは今までと文章のパターンが違いますから、なかなか難しいんですけど、やっぱり同じパターンを繰り返したですね。ここにはタンポポさんのどんな知恵が書いてあるかな、8段落には遠くまで飛んでいきますと書いてあるし、10段落には遠くまで飛ばすことができないからですと書いてあります。でもタンポポを遠くまで飛ばす知恵だというふうに読み取らしたい、もし出なかったら先生が言う。で、遠くまで飛ばす知恵について書いてあるんだね。じゃあ晴れた日はどうするの、綿毛を開く。雨にはどうするの、綿毛をしぼむと、こういうふうに書かせたい。これでこの時間は終わり。そうすると、はい、タンポポの仲間を増やす知恵は、太らせる知恵、ふわふわ飛ばす知恵、そして遠くまで飛ばす知恵は2つあるということが子どもたちに理解できます。で、教科書の方は、順々に気をつけて読み取りましょうですから、順序を読み取らすときにはこのタンポポがしたことを読み取らせておくといいですね。タンポポさんは種を太らせるためにまず軸を倒します。それからどうするの、綿毛を作ります。それからどうするの、軸が起き上がります。それからどうするの、晴れた日に、綿毛を開きます。雨の日にしぼみます、うん、そうやって仲間を遠くへ飛ばすんだねっていうふうな話をして、ノートにまとめさせたいと。ここは先生が聞きながら書いて、聞きながら書いて、聞きながら書いてというふうにやっていきたいなと思います。
以上、あくまでも私の教材研究ですので、また参考にしていただけたらなというふうに思います。